俺だ。まあまあまあ、タイトル見ての通り、今回は勃起力を上げたいと思います。ですね、ちょっとまあ最近なんかツイッター見てたら、まあちょっと今画像見てもらうんですけど、こうするとまあ股間が自由に操れるようになると。ちなみに言っとくけど、絶対ろくな動画になんないから、時間の無駄が嫌な人は今のうちにブラウザバックした方がいいですよ。炭酸水にチンコを突っ込むと勃起力がアップするらしいです。炭酸水トレーニングレボラトリー。コップに炭酸水を注ぎ、その中にを根元まで入れる。目安時間、最初は30秒から、慣れたら60秒。初めは無数の蜂に刺されたような痛みがあるっす。その刺激も慣れてしまえば、射精コントロールも自由自在だぜ。まあハンターでいう水見式ですよね。炭酸水にチンチン浸します。で、昨日ちょっとやってみたんですよ。今回このコップ使うんですけど、昨日ね、こうやってやったんですよ。でも何この絵。これ昨日こうやってやったんですけど、この角度だと入れにくいってことで、ちょっとうつ伏せになって、その中に股間を挿入するような形にしたいと。で、昨日ねこれ使ったんですよ、炭酸水。ほんと5秒で速攻でやめたんですよ、クソ痛くて。もうてか、ほんと写真見て、お前蜂に刺されたことあんのかよとか笑いながら思ってたけど、ほんとにあれ蜂に刺されてるような感覚でした。なので、多分ちょっと炭酸抜けててくれ。全然抜けてねえ、炭酸。炭酸水って需要がねえなって思ってたんですけど、こういう時のためにあるんですね。なんかその商品をそういう風に使うなって思う方もいるかもしれませんが、股間を強くするのって結構お金かかるんですよ。だからそれがこの炭酸水で叶うなら結構逆に安いんじゃないかと思って、今炭酸水噛んだけどね。さあやっていこう。まずうつ伏せになりましょう。本当に産んでくれたお母さんに謝りますよ。こんなやつになっちゃって本当申し訳ないですね。ちょっと待って待って、今インカメだから見えんだけどさ、この絵面ひでえ。これは黒歴史とか以前の問題だよ、本当に。今からここに置いてあるんですけど、コップが今下に腕立てする形で、試していきたいと思います。これあれですからね、実験ですから、本当に変態なことしてるわけじゃなくて実験ですから、女性の皆さんも軽く閲覧できるような内容になっております。いきます。ね、言ったでしょ、ろくな動画になんないって。本当に勃起力が上がるかもわかんないし、これによって本当に女性を満足させれるかっていうのは定かでもないので、本当にやりたい人しかやっちゃダメですし、本当良い子は真似しないで、で悪い子はぜひ本当真似してください。もうそれでになっちゃいいんですよ。これひどいよ。なんかね、なんかチンコの横が痛い。結論、二度とやんね。はーい、今日は見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録よろしくね。あの炭酸水の画像を見つけた時に女の子に僕は言ったんだ、これの動画を撮ろうかなって。そしたら女の子は、なんでそんなに勃起力上げたいのって言うから、俺はドヤ顔で答えたんだ、男も女を満足させなきゃいけないからさーって。そしたらその女の子なんて言ったと思う？そっか、だってブライアン私のこと満足させれてないもんね。リアルにちょっと病んじゃった。See you!